ボンジュー皆様こんにちは、ブラマニのガクです。おつぶらです。今日はですね、こちら SMAK モリス、僕の大好きなね、日向香織さんがデザインしたモリスのキャラクターをですね、モンチッチで有名な関口さんとメディコムトイズさんがコラボレーションをしてお作りになられたモリスのね、ぬいぐるみの方、開封レビューを行わせていただきたいと思います。こちらのですね、SMAK、もしかしたらスマックって読むんでしょうかね。SMAK の略はですね、関口メディコムトイアーティスティック香織日向さんの略で SMAK、多分スマックって読むのだと思うんですけどね、スマックモリスの開封レビューの方を行わせていただきたいと思います。もうね、すでにね、モンチッチで有名な関口さんとのコラボということで、ほぼね、モンチッチのようなお顔をしたモリスなんですけどね、普通のいつものモリスよりも若干甘々な感じって言うんでしょうかね、子供っぽい感じでね、幼い感じのモリスの表情になってて、すごく可愛いんではないでしょうかね。で、こちらね、箱の中にはですね、モリスの相棒ですね、グレーのネズミさんも2体付属してますね。それではね、早速ね、箱の方から見ていきたいと思います。このようにですね、箱はですね、オープンタイプのね、ボックスになってますね。で、後ろに、スマックモリスのね、説明が書いてありますね。スマックとは、関口メディコムトイアーティスティックモンチッチプロジェクトフューチャリング香織日向の略称。アーティスティックなモンチッチを不定期に発表するスペシャルプログラム。ディテールの再現性を高めるため、M サイズのボディを採用し、自在なポージングを楽しめるように、内部にはプラスチック製ジョイントポキポキを搭載。さらにスマックのために関口が特別に用意したスマック専用ボアを使ったスペシャルな一品ということでね、このような言葉がね、書いてありますね。一応対象年齢は15歳以上となってますね。さすがね、アーティスティックなモンチッチさんということで、ね、すごいですね。モンチッチを、こう、関口さんとメディコムトイズさんと日向香織さんがね、それぞれプロデュースしてオリジナリティ溢れたモンチッチを作るシリーズだということでね、こちらね。こちらのモリスの、スマックの他に普通のモンチッチのね、スマックも出てるのでね、ぜひ興味のある方はね、ネットで探してみてくださいね。早速ね、箱から開けてみたいと思います。かわいい。もう箱のまま取っときたいんですけどね。やっぱり出して遊んだ方が楽しいと思いますのでね。はい、それではね、このような感じでモリスくんね、箱から出してみました。あ、かなりね、ずっしりした、しっかりとしたお人形ですね。ぬいぐるみと聞いていたので、もうちょっと軽いのかなと思ったら、かなりね、重量もあって、かといって重すぎないので扱いやすそうですね。ね、これ可愛いですね、めちゃめちゃね。今までちょっとガチャガチャのね、モリスくんしかこう触ったことがなかったので、このような大きなね、モリスのこう造形物っていうんですか、こうぬいぐるみタイプのモリス、すごい新鮮で可愛いですね、これはね。いやー、めちゃめちゃもう今の時点でかなり感動してますね。まずこちらね、モリス君置いといて、こちらね、相棒のですね、ネズミさんですね、2匹ついてるんですけどね、開けてみたいと思います。パカッと、あ、こちらね、ネズミさんですね。で、もう一匹、こちらにね、ついてるので、もう一匹も出してみたいと思いますね。このような感じで、二体とも同じ造形のようですね。ね、全く同じネズミさんですね。普段ガチャガチャのフードに入ってる、ね、ちっちゃなネズミさんしか、こう、イメージがなかったんですけど、実際結構存在感があるね、ネズミさんなんですね。はぁ、かわいいですね。このようにね、箱の中に、注意書きが入ってますね。
手足を動かしてシーンを作れるポーズぬいぐるみではございますが、肘や膝を鋭角に曲げる、前屈、背中を大きく反らせるなどの過度なポーズで局部的に強い力が加わると、ぬいぐるみ内部に使用しているジョイントパーツが外れる恐れがございます。ジョイントパーツは一度外れると元に戻すことができませんので、取り扱いには十分お気をつけください。ジョイントパーツの故障は修理対応不可となりますので、あらかじめご了承をお願い申し上げますとのことですね。なので結構かなりね、ポージングができるね、モリスさんのこちらのぬいぐるみのようですね。へえ、すごいですね。ね、まあ、この結構存在感のある尻尾からして結構ポキポキ動いて、なおかつしっかり保持もできる。で、形もしっかり保持力もある。面白いですね、このジョイント稼働ね。まずね、モリスくんからね、詳しく見ていきたいと思います。モリスくんね、このようにこう、先ほども言ったんですけどね、こうずっしりとかなり重さのあるね、ボリュームのあるぬいぐるみのモリスくんですね。高さは約30センチぐらいでしょうかね。僕が普段集めているブライスさんサイズぐらいだと思いますね。で、アウトフィットですね。立派なお洋服ですね。グリーンのこうコートですね。厚手のグリーンのコートに、茶色のね、パンツに茶色いお靴を履いてますね。それではちょっと早速ね、モリスくんのね、アウトフィット脱がせて詳しくね、見ていきたいと思います。こちらのね、グリーンのトップスのコートですね。かわいいですね、グリーンのコートね。このようにフードがついていて、中になんかね、こうネズミさん2個入れられる仕様になってますね。このような感じで、このようにネズミさんですね。2匹を帽子に入れて、一緒にね、冒険ができる、旅行ができる仕様になってるということでね。かわいいですね、こちらのフードのね。部分ですね。このような感じ。ちょっと脱がせてみますね。金のボタンが6個ついてますね。で、こう見てわかるようにメタル、本当の金属のこうボタンがついてるんですね。取ってみたいと思いますね。かなりね、立派なボタンですね。飾りボタンかと思ったら、しっかりね、6個このようにね、ついてますね。へえ、すごいですね。立派ですね、アウトフィットね。モリスくんね。このような感じで、あ、脱がせるとモリスくんね、かわいいですね、なんかね。こちらがコートの方ですね。へー、すごいですね。大きなボタンがね、6個ついていて、このような感じでね、ちょっとベロア調の暖かいね、今の季節に、秋冬にぴったりの厚手のね、コートですね。で、帽子のこちらの縁の部分にもワイヤーが入ってて、形がね、こう付けられる。こうしっかりとしたアウトフィットですね。面白いですね。こっち後ろのパーカー部分にワイヤーが入ってるのね。すごくいいですね。普段ね、こちらね、モリスくんが、こう、ベーシックに着ているっていうんですかね。デフォルトで着ているのがこのグリーンのね、コートを着ているのが、本当のスタンダードなモリスくんなのでね。かわいいですね。色違いでね、いろいろモリスくんのソフビが出てたり、ガチャガチャが出てたりするのでね、このコートもね、ピンクだったり、青だったりね、色違いで出てたら面白いですね。素敵ですね。自分でね、布買ってきて作ってもいいかもしんないですね。色違いのコートをね。ね、このように先ほどは見えにくかったと思うんですけど、しっかりフードもね、再現されていて、こちらのフードに、こうネズミさんをね、入れられる仕様になってますね。このような感じで。かわいいですね。はい、しっかりね。ちょっと A ライン調のこうダッフルコートみたいな感じでしょうかね。かわいいですね。次にモリスくんのパンツですね。パンツこちらね、縫われてるようなので糸を取ってね、こう脱がせてみたいと思いますね。では、ちょっと脱がせてみます。尻尾もね、ちゃんと入ってますね。あ、このような感じで、茶色いね、パンツですね。こちらもコートと同じような、ちょっとベロワっぽい感じのね、こう、紐だった感じの暖かい茶色いパンツですね。で、しっかりお尻の部分にね、尻尾が出せる穴が開いてて可愛いですね。かわいいね、ゴムで、こう、簡単な作りなんですけどね、素敵ですね。自分でなんかこう、なんとなくね、形合わせて、いろいろなパンツ作れそうな、シンプルなデザインでいいですね。で、モリスくんですね。この、靴が履いてるようですね。モリス、もしかして靴も脱げるんでしょうかね。靴、
あ、やっぱ靴も脱げますね。モリス君の足かと思ったら、靴ちゃんとね履いてるんですね。モリス君足がさ、可愛いですね。5本指の足がついてますね。あ、すごいですね。靴もしっかり脱げる仕様ということでね。はあ、すごいですね、モリス君ね。ぬいぐるみとはいえ、しっかり着せ替えもできるというね、この茶色い靴ね、可愛いですね。で、モールドにしっかり刻印がね、スマックの刻印と、香里ひなたさんのね、ひなた香里さんの、ロゴもね、入ってますね。可愛いですね。この靴もいろいろ形違いとかね、色違いで、モンチッチ M サイズの靴履かせられるのかもしれないですね。で、スマックのモンチッチもね、同時にこのモリス君と発売されていたので、ベージュのね、すごい赤いリボンのついたベージュのアウトフィットの可愛いモンチッチなのでね、あれ買ってみて、ね、アウトフィット交換してもいいかもしれないですね。可愛いですね。モリス君のためにね、モンチッチはあんまりそんなにこう興味があるわけじゃないので、モリス君のためだったら買ってもいいかなとは思うんですけどね。いかがでしょうかね。モリス君アウトフィット、ちょっと寒そうでかわいそうなんですけどね、アウトフィット脱がせてみました。モリス君ね、このような感じですごいですね。こう、あ、後ろに SMAK スマックのねタグがついていて、こちらのタグも可愛いんですよ。こうお帽子にこう白い花ですね、マーガレットかなんかでしょうかね。こう装飾があしらわれてるねロゴで素敵ですね。で、後ろにはメディコムトイ関口のね、会社さんの版権のねマークが入ってますね。いや、かわいいすごいですね。へー、こんなような感じなんですね。で、ドールの可動ですね。まあ、一番可動するのが尻尾でしょうかね。尻尾もこう上に上がったり下に下がったり、あと左右にね、このように曲げることもできて、すごい保持力もすごいですね。で、次に首も、このようにね、こう回りますね、首もね、しっかりね。首も回って、肩の関節ですね。肩も、手の部分にも、ボールジョイントのね、こう可動が入ってるようですね。このような感じでね。で、もうお口ね、見てもわかるように、モンチッチのお口をしているので、多分、モンチッチくんのね、特有のこう、親指をしゃぶる。あ、かわいい。モリス。なんかこの、モンチッチくん特有のね、指をしゃぶる仕草、もうしただけでも今、もうドキュンとしちゃいましたね。もうあまりの可愛さにね。こう本当になんか赤ちゃんっぽい感じっていうんですか、モンチッチってこうね、本当に赤ちゃんのお猿さんっていう感じでね、あの仕草がとてもたまらないんですけど、このモリスですね、スマックのモリスも同じやっぱりモンチッチのね、流れということで、このようにしっかりね、モンチッチのこう愛くるしさを表現していて可愛いですね。いや、これはもう今、キュンキュン来ちゃいましたね。で、足もしっかりね、ボールジョイントが入ってるので、このようにね、曲げることもできて、ね、膝もね、曲がりますしね。いや、これはすごいですね。かなり保持力があるんじゃないでしょうかね。あ、これはすごい作りですね。へぇ、立派ですね。お顔の部分ね、詳しく見ていきたいと思います。モリスさんのお顔ですね。お顔をこのようにですね、ぬいぐるみのこう羽毛の部分とお顔のね、こちらのフェイスのパーツが別パーツでね再現されていて、古き良きね、アメリカで昔売られていたようなレトロなね、ぬいぐるみのような仕様のね、モリスさんになってますね。こちら肌色でプラスチックの部分がね、こうソフビかなんかでできてると思うんですけどね。で、こちら目の上のまぶたの部分と目の黒目の部分がね、茶色で塗られていて、こちらですね、ほっぺたですね、ほっぺに薄くほんのりとね、ピンクのチークが塗られててね、かわいいですね。で、鼻の部分も目と同じ色の焦げ茶でね、塗られてますね。で、口の部分はこのようにちょっとこう光沢のあるツヤのある肌色といいますか、こうサーモンピンクのようなね、お色で塗られてますね。これぞモンチッチのお口といった感じのね、感じなんですけどね。先ほども言ったんですけど、このように指をね、加えることもできるという仕様ですね。で、お顔の部分ですね、頭の部分なんかしっかりとした、こう、硬い素材でできているので、プラスチックかなんかね、ソフビでできてるんでしょうかね。で、耳の部分ですね、モリス君ね、この耳なんですけど、こう、ちゃんとピンクい毛がね、耳からはみ出てて、かなりね、可愛い、こう、2色でね、
こうできてる。可愛いですね。肌色の部分とピンクの毛の部分がね、分けて作られていてね。いや、すごいですね、モリスくんね。いや、可愛すぎる、これ。ね、モンチッチ、たまにこう、お店で売ってるのを見たことがあるので、ね、まあ、ちっちゃい頃ね、モンチッチで遊ばなかった子供はいないと思うんですよ、僕の世代はね。やっぱり僕の世代はモンチッチ世代なので、僕もモンチッチ持ってたのでね、こう大人になってまさか、こう、モリスのね、モンチッチバージョンというんでしょうかね。お迎えすると思ってなかったので、ちょっと新鮮だったりしますね。で、可愛いですよね。で、足もこのような感じで、手と足はですね、こう茶色の、こう成形色っていうんでしょうかね。薄い、こう透明感のある、こう焦げ茶のね、ソフビでできてますね。で、足の裏にモンチッチのね、ロゴが入ってますね。もしかしたら靴とね、同じような素材のソフビでね、できてるのかもしれないですね。同じ色ですもんね。で、こちらね、2匹のネズミさんですね。グレーのネズミさん2匹。こう、モリスのね、パートナー、相棒さんみたいな感じだと思うんですけどね。グレーのソフビの成形色に、目と口と鼻の部分がね、焦げ茶で塗られてるネズミさん2匹ついてて可愛いですね。しっかり尻尾もね、モールドで再建されてて。はい、それではね、このような感じでスマックモリスくんね、アウトフィットを撮ってみるとこのような感じになりますね。裸だとね、かわいそうなのでね、すぐアウトフィットね、着せてあげたいと思いますね。いつも履かせて、こう、ぬいぐるみなんですけど、こう、お着替えがね、楽しめるぬいぐるみということでね、かなり、こう、ドール好きの僕たちにも、こう、身近なね、こう、フィギュアな感じっていうんでしょうかね、ドールとぬいぐるみの間ぐらいの感じでしょうかね。そのような感じで、とても楽しいんではないかななんて思いますね。このように尻尾もね、入れてあげて、こう簡単なアウトフィットだったら作れるような気がしますね。ワンピースとかね。まあ、ね、モリス君、男の子なんですけどね、こう、ワンピースとか着せても全然いいと思うんですよね。多分モリス君男の子だと思うんですけどね。こう自分の中では男の子のキャラなんですけど、ね、別にこう、ちょっとね、こう、ワンピース、簡単なワンピースなんか着せても可愛いと思いますのでね、足も可愛いですよね。で、お靴もね、このような感じで、なんかこう、懐かしい感じのね、こう、靴で、いいですね。スポッとね、こう、なんかこう、ストレスなく、こう、靴も履けて、パンツもね、履けていいですね、このような感じでね。あまりこう、なんか気を使わないで済むっていうんでしょうかね。こう、稼働もね、結構するのでね、お着替えもしやすいですね。ね、コートもね、しっかりとした作りですごい可愛いんですよね。もうこの豪華なボタンのね、全部ボタンの仕様もすごいですね。スル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 お着替えができるので、こうね、男の僕、ちょっと不器用なのでね、このようなこう、ちょっとこう、大雑把な男の僕でも簡単にお着替えが、することができてすごくいいですね。このような感じでね、モリス君お着替えさせてみました。いかがでしょうかね。やっぱりこう指をねしゃぶらせた方がこういかにもモンチッチモリス君っぽくていいですね。可愛いですね。いや、めっちゃ可愛いモリス。ネズミさん2匹お供を連れて、このような感じでね、可愛いですね。はい、はい、それではですね、今回ですね、SMAK と書いて多分スマックと読むと思うんですけどね、スマックモリスさんの開封レビューいかがだったでしょうか。やはりね、関口さんとメディコムトイズさんがコラボレーションしたということで、すごい完成度ですね。こう、モンチッチの、こう、特有のね、可愛さですね。このように、こう、親指を加えて、もう見るからにね、もうモンチッチですよね。ちょっと頭をかしげたね、モリスくん、すっごい可愛くてですね、もうメロメロなんですけどね、モンチッチの可愛さ、プラス、メディコムトイズさんのね、持っている精巧な感じっていうんでしょうかね、こう高級感溢れる、こうアートフィギュアの、こう有名なね、メディコムトイズさんなんですけど、やっぱりその名前の通り、すごい完成度の高いぬいぐるみというかフィギュアになっているモリスさんなのでね、もうめちゃめちゃこう満足感の高い
一品になってますね。やっぱり僕たちね、あのドール好きね、着せ替えするのがこうやっぱりこうドール好きのね醍醐味だったりするんですけど、このモリスくんね、スマックモリスくん、 M サイズのモンチッチのアウトフィットがねお着替えさせられるということでね、いろいろ M サイズのモンチッチのお洋服出てるのでね、この子に着せ替えても楽しいと思いますし、このスマックモリスと同時に発売したモンチッチですね、ベージュにですね赤いリボンを施した可愛いモンチッチさんも一緒に発売されていたのでね、互換性があると思うのでね、お洋服交換したら楽しいと思うのでね、もうすぐですねこのスマックモリスさんね、日本であの一般発売されるということですのでね、12月に発売というアナウンスが出ていたので、世界同時発売のような感じのこともおっしゃっていたので、もしかしたらね、僕の住んでいるフランスでもね、このスマックモリスくんね、購入できるかもしれないのでね、普通にフランスで買えたらもう一体ぐらい欲しいなと思ってますね。でまたこちらのね、付属のですね、お供のこうお友達なんでしょうかね、相棒なんでしょうかね、ネズミさんですね。このようにね、コートのお帽子に入れてあげて、一緒にね、お供に連れて行ってあげることも可能なのでね、こうすごくね、遊びの幅が広がって可愛いですよね。でなくさないようにしたいなと思いますね、このネズミさんね。落としたらかわいそうですもんね。ね、普通今までね、ちっちゃなガチャガチャのねモリスさんしか持ってなかったので、今回このようにね、おっきなモリスくんですね、お迎えできて、こうモリスくんのこうディテールっていうんですかね、詳しい感じ、これぞモリスっていった感じのね、こう細部までこうよくね分かって、今回モリスくんの魅力にこう再度気づかされてね、よりね、好きになってしまいましたね、モリスくんね。もうめちゃめちゃ可愛いですよね。なんかもう、こう愛くるしい感じっていうんでしょうかね。やっぱり今回ね、関口さんですね、モンチッチで有名な関口さんとのコラボレーションということで、このようにね、親指を加えさせられるモリスくんね。もうこれ見た時にもうメロメロですね。本当にもう先ほども言ったんですけど、キュンキュンしちゃいますよね。もうこれだけでもうこの、スマックモリスね、お迎えしてよかったなと思いますね。もうめちゃめちゃ可愛いですよね。やっぱりモンチッチというとね、お猿さんなんですけど、あの日向香織さんがデザインする角の生えた猫のモリスのキャラクターね、猫好きの僕にはもうやっぱりモンチッチよりもやっぱりモリスくんの方がね、個人的にはこう好きだったりしますね。まあモンチッチはモンチッチですごい可愛いと思いますのでね、このスマックモリスのね、あの同時発売だったモンチッチの方もね、機会があったらお迎えしてね、この子とねお着替えさせて楽しんでみたいなと思ってますね。このグリーンのコート着ている子がこう普通のね、こう一般的なモリスさんなんですけど、他にも赤いコートだったり、グリーンの他にもブルーだったり、水色ピンクのコート着てる子もいたり、いろいろなねコラボの子ですね、マジンガー Z とかウルトラマンとか、あとは仮面ライダーとかね、コラボしていたり、ミツバチハッチのコラボですとかね、いろんなモリスさんのソフビのフィギュアが出てるのでね、このスマックモリスもね、いろいろとね、もしかしたらモリスさんとね、他のキャラクターコラボして出してくれるかもしれないのでね、これからもどん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 続いてね、くださったらいいなと思いますね。日向香織さんのツイッターを見たら、もうすぐフランスのアーティストさんとコラボレーションして、スマックのね、キャラクターのこのモリスさんみたいなこうぬいぐるみフィギュア、ドールが出るということなのでね、すごい可愛いんですよ、そのフランス人のデザイナーさんとコラボしたね、スマックのあのモンチッチシリーズ、すごく素敵ですのでね、これからもどん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 こうね、このスマックモンチッチシリーズ続いてくれたらいいなと思いますね。このような感じでブライスと比べてもね、ほぼ同じ頭の大きさっていうんでしょうかね。なのでブライスファンの方であればね、こうあまり抵抗感なくこうお迎えしやすいのではないかななんて思いますね。モリスくんね、一緒に並べたらね、グッドネイバーニッキーさんとすごく相性が良さそうだなと思ってたんですけどね、本当にぴったりですね。もしこの動画を見てね、少しでもちょっとモリスくんね、このスマックモリスくんお迎えしたいなと思ってる方いらっしゃいましたら、ぜひともね、関口さんですとかメディコムトイズさん並び、日向香織さんのね、ツイッターフォローしていただけるとね、モリスくんの他のね、ソフビだったり、ガチャガチャだったり、あの、フィギュアのね、
発売日なんか分かったりしますのでね、ぜひともフォローしてみてくださいね。僕もね、日向香織さんのインスタグラムとツイッターとメディコム当時さんと関口さんはねフォローしてますのでね。はい、それではね、今回も長々とご視聴いただきおつぶらでした。もしよろしければね、こちらの本チャンネル並びライブ配信専用に行っておりますセカンドチャンネルもございますのでね、登録の方何卒どうかよろしくお願いいたします。それでは次回の動画や開封レビューでお会いいたしましょう。ブラマニのガクでした。おつぶらでした。ね、できたらこのままね、このスマックシリーズのモリスくんね、色違いでどんどん出してくださったらいいですね。うちにはですね、一応このスマックモリスくんの他に、メディコムトイズさんからね、発売しているプロップモリスさんと、あと、ソフビのね、モリスさんも一応お迎えしてあるので、近いうちに開封レビューを行わせていただこうと思ってますのでね。楽しみにしていてください。ねえ、プロップモリスさんはね、こういろいろな肌色の子とかね、髪色、毛色の子とか出てるのでね、このスマックモリスさんもね、いろんな毛色の子出てくれたら楽しいんではないかななんて思うのでね、これからもこのシリーズ続いてくださったらいいですね。